はい、どうもショーティーピースお願いします。本日は狭山シニアさんに来ております。初潜入なんですけど、俺さ、入間じゃないですか、家。そうね、すごい近かったのよ、うん、全然あの知らなくて、狭山シニアさん、今回モンタナスポーツ の横田さんにご紹介いただきまして、今年もらいました。1年生が22人すげえな入って、2年生も25人ぐらいいると。おで、3年生が、まあ、10人弱ぐらいいるってことなんですけど、とりあえずグラウンドが広い。そうなんですよ。今あのブルペンで投げていらっしゃいますね。ブルペン広くない？何人投げてるの？ 1,2,3,4、 まあ、結構いらっしゃるんで、今回は監督さんにも挨拶、選手たちみんなに取ってきたと思います。後であの1年生とか、なぜこのチームに入ったかとか決めてみたいなのも聞いて、まあ、ここにどんな魅力があって入ったかというのは聞いてきたと思います。はい、お願いします。それでは行きましょう。お願いします。よろしくお願いします。初めて の取材のものあのご了承ありがとうございます。よろしくお願いします。狭山信也さんは一体どういう選手が多いですか？まず、ね、野球を、ね、好きになってもらいたいなと、はい、いうことが第一、はい、で、そのスポーツの楽しさをこのグラウンドで味わってもらえばというのが第一かな。でその後に、ね、まず楽しさを覚えて、で高校行ってさらに厳しさだとかを乗り越えるにはどうしたらいいのかというところをまだ教えていきたいなというところですよ ね、 大事ね。仲間を大事に、道具を大事にしたりね、当然家族を大事にするというようなことを第一に指導してました。狭山シニアさんは創立は、まあ、2000年に創立してますので、はい、もう24年目。その時から監督さんは。そうですね、はい、これまでに在籍されていた選手とかで、どのぐらいの実績というか、実績では甲子園で準優勝のメンバー入ってた、はい、いたり、はいはい、で大学まで行って、大学選手権で優勝したり、はいはい、で社会人、都市対抗、はい、優勝メンバーに入ってたりと、はい、いうところがいるかな。で、あとはプロ野球でいうと、はい、まあ、変わったところで言うと女子プロ野球で、はいはい、首位打者打点を取ったような子が、はい、入団してましたね。在学中も中学で、ワールドカップ選ばれて、はいはいはい、大山さんここだったんですね。確かになんか狭山出身っていうか、まあ、この辺って方は聞いてたんですけど、あ、そこだったんですね。ちなみに今の、まあ、今ピッチングされてるじゃないですか、うん、選手たちが。どういうなんか指導を今されてるんですか？今は下半身使って、強いボールを放ろうという形で、まあ、コントロール気にせずに、球速を少しでも上げていこうかというトレーニング。あ、トレーニング、すごい楽しそうにやってる感じはするんですけど、やっぱり監督さん、まあまあの指導内容的にやっぱ厳しくなのか、エンジョイなのか、そういうのってやっぱ、まあ、昔はやっぱこう厳しいのがやっぱ当たり前だったと思うんですけど、今のこの ね Z 世代と呼ばれる子たちを指導するのって、なんか気を配ってること、気をつけてることってありますか？まあ、今のつうか、まあまあ、20年前もそうなんだけど、やはり楽しくないと覚えないっていうの、うん、だ押し付けてもやらされてるだけでそれを覚えたっつはないから、うん、だからどうか教えるところで楽しさ を味わいたい、味わしてあげたいなっていうのは基本にありますね。だから非常に強制してやらすっていうことは少なくしてるのかなっていうところかな、うん、選手が自分からこう進んで練習するような、うん、そうだよね、味こう、うん、はい、結局勉強で言うと英語の単語を覚えろって言われて覚えようとするとなかなか覚えなくて、はい、例えば漫画のキャラクターなんつうのはすぐ覚えちゃうわけですよね。そうですよね。だからそっちの方で、はい、やっぱ人間ってそういうものかなというふうな、はい、形で、だからあまり強制するよりも自分たちがこう研究して覚えようかなというところに向けていけたらいいかなというふうに思ってます。なるほどですね。ありがとうございました。では、この後選手らの撮影やらインタビューやらさせてもらいます。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。短めに短めに、ね、わかりました。短めにお願いします。はい、これ変化球ですよ。はい、はい、このラストなんかすごい投げコンビって感じじゃない？うん、なんかキャンプ、そう、キャンプもなんか一
人でガンガン投げる子もいれば何人か回しで一球ずつこう回して投げてる子もいるし、なんか特訓みたいな、ひたすら投げる、そうなの、投げ込むコースじゃなくて、ね、投げることじゃない、そう、投げるってだけを特化した練習なんじゃないかなと。こういうとこ見たことないね今までで。まあてかそもそもここまでブルペンがあるチームが少ないんじゃないかな、まあ、確かにそう。何人で、あの、回してる、みんなピッチャー、すげえな、どんだけ人数いるんだよ、えげつな、どうすか、なんかね、どんな感じだった、変化球、とりあえず変化球投げてね、うん、まあ最初はみんなまっすぐだったろうけど、うん、であれ全員ピッチャーらしいから、なんかね本格的に投げてるのは5人ぐらいだ、今の中で、あとのメンツはこれから本格的にやりたいとか、そういう選手らしくて、で、まあ、ぶっちゃけさ、あれじゃない、なんかそのピッチャーやる機会ってさ、やっぱやりたいけどやらしてもらえないっていう機会あったじゃないですか、うん、その中でピッチャーやってる人らプラスこれからやりたいとか可能性のある可能性分ける可能性あるじゃないですか、ね、もう潰さないようにそのやりたい人はみんなやらすっていう、あ、そうだよ、こんだけいることにまず驚きだし、まあまあまあそうだし、ね、これから、まあ、結構プレッシャー今なんか聞いてるけど、なんかここにみんな行って一人ずつ投げるっていう風に言ってるから、そこは見られてるプレッシャーっていうのも感じながら、なんだストライクボールとかこうね投げるっていう部分では、野球ね見られるスポーツじゃないですか、やっぱり親も見てくれるとか、まあもっと上行けばさ大観衆のが投げるわけだから、その中でね緊張しちゃダメだから、メンタルっていう部分でもなんか鍛えてるんじゃないかな、鍛えるための練習をしてるんじゃないかなって感じました。はい、サブグラウンドでは1年生が練習中、基礎練頑張っております。次回動画で1年生にインタビューをしていきます、お楽しみに。さすがに。バントバントバント。バッティングです。バッティングか。待ってんの。はい。ちょっと多いやつか。何人で回してるんですか。さっきピッチャーで、ね。さっきピッチャーやってた人が。じゃあなんか何球かずつ。早くそこ早く。一人何球形式でも何時時間形式。時間です。時間。これみたいな、これどっかの誰かさんが誰が打てる、どっかの誰かさんが何回か回したり、そうや、打てそうだよね、すごい、急にです、バッテリー急に、すごっ、ガチガチ力んですか、すげー力んでた今の、ガチガチ腕力る、あ、もうダメだ、何言ってた今、あ、もうダメだ、いますあ、いたわ、いたわ、お前のうち。今度俺が入れる。頭上げすんだ。俺が入れる。三上、三上、三上。ダメだ。やばいやばい。わあすごい。やばい。やばい。そう。風にでも風にちゃった。危ないですよ。はい。やばい、痛い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 
というわけで、本日は佐山信也さんの、取材をさせていただきました。バッティングのなんかその何だろう形式っていうんですか、バッティング練習の形式も他のチームと違って特殊というか、4カ所うちは高校野球、しかもあのね1個ずつというかもうねランダムにブーブーブー打ってんじゃん、順番というよりかはそれも他のチームと違ってというか、まあま、どこの強豪チームですかと、強豪高校ですかっていう、数打ってるよねこれならっていう、そうですね、自分の時はなんか1人何本だったけどこれはもう時間だったんで、うん、あとまあ雰囲気も楽しそうだしワイワイしてるし、まあちなみにもうここねいいグラウンドですけど、ここだけじゃなくて向こうにもね練習する小グラウンドみたいなのもありますし、ブルペンもいっぱいありますし、練習環境としてはすごい充実してるんじゃないかなと思いました。はい、またね、まあ、時間があるときに行かせてもらって対決とかも、ね、やらせてもらえたらと思います。はい、それでは、この動画が良ければチャンネル登録とコメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。